キャンバスがあるじゃない、はいはい、キャンバスに下書き なしで、あ、そうです、ね、いきなりこうバランスで考えてくる。この場所があの僕のキャンバスみたいな感じで、この場所にどういうふうにこう配置していくかってことか、まあ、絵って割とそういうプロセスでやるんで、それをそのまま立体に置き換えてるんで、だからなんかやっぱり周りがこうでかい木があったりするとやっぱりある程度高さのものも必要になってくるし、なんかこの辺にこう中心を持ってこようとかそういうのは絶えず考えるんだけど、実は3日間ですか。あ、そうなんですか。あ、だからそうですね、1週間前なくてそこになんかでびっくりするでしょ、うん、で、こういう作品って終わったら、展覧会が大体1ヶ月あって終わったら撤去しちゃうんだけど、1ヶ月ぐらいもこれ置いちゃうんですか、うん、で、そうすると残るのはまあお客さんだったら、お客さんの例えば記憶とかそういうところでは残る。もともと2次元の中に3次元的な、要は騙し絵じゃないけど実際にあるものをあるように絵っていうのは描くんだよね。でこれも実際にここにあるよう、あるんじゃない、あるけどあくまでも僕のイメージなんで、僕のイメージをこう具現化してるだけだから、だから多分お客さんこの中入ってくる、僕の想像したものの中に入り込んでる。